吉田さん、懐かしいですね。私のあのスライドショー。なんか私がどこで生まれて、どういうふうな高校生活を送っていたか、大学に行って、そして就職した時はどうだったのかってこと、これをね、ずっと時系列でストーリーを任せて、で伏線を張りながら、伏線を回収しながらやっていったんですよね。これ私もね、すごく面白くできたなと思います。